さんこんにちは、シナのおじゅうさんです。今日は2020年最後の鉄道旅に来ています。今回は高崎に行こうと思います。今回はなんかいきなり電車に乗っているところから始まっている、そう思う方もいると思うので一応言っておきますが、時間がなくてオープニングなど全然撮れませんでした。そこについてはご了承ください。それでは今回もよろしくお願いします。ということで、列車は小諸を過ぎて一つ目の停車駅八原を出発。今回乗っているのは長野を5時25分に出てくる始発の列車。長野小諸間は始発の列車ですが、小諸軽井沢間になるともう一本先に行っている電車がいるので、その区間では2番目の列車となります。次は伊予田です。 The next stop is 伊予田。小諸発軽井沢行きの始発列車がこの伊予田平原間ですれ違います。この列車は軽井沢の始発ともなります。今ちょうどすれ違いました。今回は初代長野宿の向こうでした。今回は休日ダイヤで組まれていますが、平日ダイヤだと6両編成で運行しています。軽井沢に行くということは高原に近づくということ。そのせいか、なぜか霧がたくさんかかっていて視界が悪くなっています。見てわかると思いますが、かなり濃いです。僕は今前の方に乗っているので駅舎など映ってなく全然わかんないかもしれませんが、今発車したのは御代田駅。この先も信濃追分、中軽井沢、終点の軽井沢、こういう順に各駅に止まって進んでいきます。ここら辺はちょっと雪が多くなってきている、そんなような感じがしました。とはいえ思ったより雪が少なくてびっくり。The next stop is
りますかね。多分ここら辺でわかると思うんですけど、新幹線の線路が合流してきます。こうして上井沢まで新幹線の線路としばらく並走します。運がいいと新幹線と並んで走ったり、そして向かいから新幹線が来たり、そんなことがあります。押してください。お忘れ物のないようお気をつけください。本日も信濃鉄道をご利用くださいましてありがとうございました。We will soon arrive at the Kamisama Terminal. Please change your form, the Shinkansen. Please press the open button to open the door as you leave the train. We look forward to serving you again.観光地である軽井沢に到着。今回はどこを観光しようかな。いや、そんなことを言ってる暇はありません。乗り換えは6分しかありません。ちょっと急いで行きます。ということで今回はここら辺で終わります。次回はバス編となりますので、どうぞご覧ください。エスカレーターをご利用の際ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。